間違ったところを消しゴムで消すなんてもったいない。間違ったところにこそ成長のヒントがあるんだよ。これは日本の宇宙開発の父、糸川英夫さんの間違いや失敗の中に成長の機会があるという考え。糸川さんは日本の宇宙開発やロケット開発を先導したレジェンドです。糸川さんの挑戦は長さわずか23センチ、直径 1.8 センチのペンシルロケットを使った実験から始まりました。ロケット開発中、糸川さんは何度うまくいかなくても諦めることはありませんでした。こんなエピソードもあります。糸川さんは取材に集まった記者に、今回の失敗の原因はどこにあると思われますか?と聞かれ、こう答えたのです。僕は失敗という言葉を使いません。一生使わないつもりです。すべてが学び、明日への糧です。この世に失敗はありません。失敗をチャレンジの一環と捉え、成功や成長するためのプロセスの一部として受け入れることができる考えです。失敗という言葉を使わなかった宇宙工学のレジェンド、86歳で亡くなる直前までバレエを習い始めたり、自ら作成したバイオリンでコンサートを開催したり、挑戦をやめませんでした。